こんにちは、平井弘明です。今回はですね、動画自分で何本か見てですね、ボール打つ数がすごい少ないなと思いまして、今日はボール打ってみようと思います。まあただ打つだけだと、まあ、面白くないんで、まあ、自分の打った球を解説しながらちょっとやっていこうかなと思って、早速打っていきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。まず58度です。58度、50ヤードぐらい。バンスの効いためちゃくちゃいい球ですね。気に入ってます。いい抜け感もいいです。これぐらいのショットで意識していることは、右肘が体につかないように打ってます。手前エッジに落とすようなイメージ。振るイメージとしてはこういう感じです。こういう感じ。今ちょっと引っ掛けたんですよね。今のはこう上げてこうやって打っちゃったんですね。今のちょっと上からって言って、今度下から入りました。まあ、そんな繰り返しなんですよね。そう、まあ、大体7、80球ぐらい普段は打ちます。で、今これ8番アイアンに持ち替えました。普段はまあ52打ってピッチング打って9番打って8番に行くんですけど、省略します。これ8番持って、でアプローチと、いきなり今58から8番矢持った時にどこか違和感があるかって言ったら、ここの腰の張りがやっぱり8番の方があるんで、あれさっきよりここが張ってるなっていう、まあ、違和感は今あります。アドレス構えた時に。ただそれはもう持ってる番手なんでしょうがないんで。マンチ。まあ大体やってないと、ああいう なんていうんですか、2個1セット、1球目左行って次右っていう、もうパターンですよね。こういうパティーンがあるんで、とにかくめちゃくちゃ寒いんで体が全然動かないイメージです。これいいっすね。いい感じ。音もいいし。うん、これもいいっすね。アイアンで意識していることは、こうターフを深く取りすぎないで、このリーディングエッジでボールを拾うイメージで打ってます、アイアンは。だからちょっとこうかするかかすらないかぐらいのイメージで打ってます。今のいいですね。
今の1球だけちょっとイメージ変えました。今のはちょっとこう動きがやっぱ寒くなってくると動きがこう急激にキュッと動くことが多いんです、僕の場合。なので今の最後のだけ全てをこう じとーって動かすように打ちました。良かったですね、今のタイミングも良かったし、動きのメリハリをつけない感じですね。ダメだね右行っちゃったな。自投メリハリがこうわざとないように打ってるんですけど、今の最後のなんかはこうメリハリなさすぎてこうやってダラーンってこうやって全然こう締まりのないスイングというか、なのでちょっと右にこうこういう感じで入ってきてるんですよ。なのでこう右に高いふわっていう球、弱い球が出たっていう感じですね。これセット、右行って左、これ本当多いですよ、やってないと。ただ気にしないんですよ、ああいうの練習してないんだから、当たるわけないんだからって言って思い込ませて練習してます今。ほらいい、そうするといい、こういう感じで、まあ、アイアンは打ってます。どういう感じだって話なんですけど、まあでもあんな感じですかね。ドライバー、ドライバーいきます。ドライバー、まあまあでもいい。まあまあいい感じだったな、素振りなしにしては。ちょっと捕まり、やっぱり多分イメージとして寒くて体動いてないと捕まらないっていうイメージが多分あるんでしょうね、自分の中で。なんでもうなんかちょっと強めに使ってます。なんでまあ右行っていいやと思ってちょっとさらーっと言ってみます。うん、多分そういうイメージの方が多分感じはいいかもしれないですね。うん、でドライバー気をつけてることっていうか、まあ、意識してることっていうのはやっぱドライバーってなんていうんですかね、アイアンっぽくボールに向かってこうやってこうやって打ちに行くとどうしても球が捕まんなくてこう右に滑っちゃったりするんで、こうちょっとこう持ち上げるようなこういう後ろからこうやって打つようなイメージを多少持って打ってますの方がなんかこう球がフェースに乗ってくれるイメージがあるんで、だこういうこうイメージをどっかしらに持って打ってる感じで振ってますいつも。で今のなんかもう多分左の林ぐらい飛んでるんですよ、左行ってるんですけどめちゃくちゃ芯食ってるんですよ。なんであんまり練習場でああいう球出ても僕はあんま気にしないですね。すごく打った感じがいいので、で打った感じがいいんでそのまま振りたいんですよ。でもそのまま振るとまた同じ球左が出るんで、ボールをちょっと中に入れます、1センチぐらい。そうすると同じスイング真ん中に行くんですよ。なんでボールの位置をちょっと変えるだけ、なんかフィーリングが良くてもこう曲がっちゃったっていう時はちょっとボールの位置をいじってあげるだけで全然その同じスイングでフィーリングいいまままっすぐ行くことが多いんで、それはちょっとおすすめです。単純に左行くんだったらボールを中真ん中身に置いてあげて、右行くフィーリングが良くても右行っちゃってるっていう場合はちょっとボールを左足寄りに置いてあげられると
いいかなと思います。ただもう本当になんか寒いんで振ってる感じがないんですよ。ドローだね今日ね、うん、珍しくね。フェードでしょ。フェードだよね。フェード落ちってないのかもしれない。ちょっとフェード落ちってみようかな。あーほらね、捕まえたいんだろうね、あんな左行くってことは、うん。無理やりってことは、例えばじゃあ普段の練習場でこういう感じに陥ったら平井プロは何するかっつったら、何するかっていうか原因は何かっつったら、右サイドが狭い時なんですよ。右サイドが結局ナチュラルに打ってドローが出てフェードを打とうとして左引っ掛けましたよね。ああいうのが出てる時って自分より右サイド側のスイングが狭い時なんですよ。近いクラブが体に近い時がこういうミスが出る。それは寒さだったり上着を着込んだりしてると出ます。なんでそういうのが練習で分かってくるとこうやることが決まってくるんですよ。要はうまくリリースのポイントが合ってない、プラス右サイドを広く使えてないんでこういうことが起きるんですよ。フェードがこう打とうとしてバチって決まってる時って右サイドすごく広く使えてる時なんですよ。でも右サイドが狭い時なんで今日はなかなかフェードを打ちに行くとこうダブルフックっていって左に出てまた左に曲がるっていう球が出やすいんで、あんまりまあ調子的には良くないですよね。右サイドちょっと広いイメージで使ってみます。ストレートかフェードかっていう感じなんですけど、あれだけ自分で意識して頑張ってフィニッシュでバランスが取れなくなるぐらい無理やりやってストレートボールぐらいなんで、多分相当右サイドが今狭い状態です。手術が必要かもしれないですね。ちょっとまずい状態。間違いなく今の球、要は右に出てフェード落ちに行って若干右に出てスライスしてるんで、間違いなく右がめちゃくちゃ狭いんですよ。そういう時はハンドレート。こういう練習。これでフェード打ってみます。まだストレートですね。まあでもああいうふうにこうちょっとこう対処してこう自分でスイングの状況を自分で理解して変えていくと、今出てる球悪い症状を治せたりできるので、まあ、そういう目的で今回ちょっと動画撮っていきましたが、で今度ドライバー終わったらまたこうアイアンに持ち替えたりウェッジに持ち替えてこう練習を終わる、まあ、大体それが400球とか300球とかそんなもんですよね。まあ多い時には500球600球とか打って、まあ、500以上打つともうほぼ多分全クラブ打つんですけど、まあそういうふうな感じでまあ練習して自分の今日の状態を知る、明日は明日の状態を知る、絶対毎日違うのでそういう、こう自分のこう状態をこう知っておくことが大事ですね。
その今のウェッジのショットなんかもいつものアプローチよりもボールがちょっと高いんですよ。高いってことはボールに対して鋭角に入ってるんですよ、上から。なんでこうあんまりスピンも入ってないですし、多分アプローチも寄りづらいんだろうなっていうような感じです。だからそういう時は強めのドローを狙ってあげるアイアンで、そうすると今みたいにラインが出やすい。あとは、まあ、全クラブそうなんですけど、こうさっきから言ってるこういう状態になった時に僕の場合は多分ボールに近いんですよ。近くなりすぎてる普段より。なのでちょっとこうドライバーはいいんですけど、アイアンウェッジなんかは特に右サイドが詰まってる時なんかはボールにこうちょっとこう近く立ってる時が多いんで、少し遠めを意識してこうちょっとつま先体重っぽくして打ってあげる。ダメですね。点数的には、32点それぐらいの感じです。まあでも今の自分の練習量からしたら、80点ぐらいだと思います。それぐらい別にいいかなと。あれを例えばドローを打ちに行ってるんだったらもっと得点高いと思うんですけど、フェードを打ちに行ってフェードが決まらないっていうことに、まあ、問題があるんで、まあ、そういうところが今後の修正点かなと思います。頑張って練習します。では今回はですね、ちょっとボールを打ってですね、なんとなく解説してなんとなく練習してみました。最後までご視聴ありがとうございます